エドバルト・オスブカモラフスキ、エドバルト・ボレスワフ・オスプカモラフスキは、ポーランドの政治家。戦後ポーランドの初代首相。ロシア帝国統治下のスカルジスコ・カミエンナ・ブリジン生まれ。1928年に、ポーランド社会党の党員となり、ワルシャワ大学で法学を学ぶ者の,の中退。1944年に、 モスクワで作られた共産党系のポーランド国民解放委員会の議長に指名され、また同時に外交政策、国内経済を管轄した。その後の臨時政府においても首相を務めたものの、社会党とポーランド労働者党との強制合併に反対して失脚。しかし1952年まで会議員の地位に止まった。 ブワディスワフ・ゴムーカが権力を掌握すると、ポーランド統一労働者党に入党し、1949年から1968年にかけて、ポーランドの保養地管理センター所長を歴任。その後ポーランド民主化運動を経て1990年に社会党が再建されると、短期間ながら党中央執行委員会議長を務めた。1992年、改装録、苦難の道。 記憶の断片を出版。1997年、ワルシャーで死去した、オスプカモラフスキの墓標、ワルシャワボボンズキ墓地。ありがとうございます。